どうも、ブルームビューティーバーのゆきです。30代の女性から質問をもらったので答えていこうと思います。パーソナルカラーでオータムと診断されました。ちょっとショックです。本当は可愛らしいふわっとしたフェミニンな感じが好きです。かっこいいファッションにした方がいいんですかね、とのことです。日本ではオータムさんはね、少ないので結構目を引く存在ではあるんですが、ご本人としてはちょっとショックなんですね。この文章からだと、可愛らしいふわっとしたフェミニンな感じっていうのは、色と服のシルエットとどちらに対しても言ってるのかなと思うんですが、まず色に対してはパステルカラーとかが似合うと診断されていたら嬉しかったのかなと思います。そして服もふんわりとしたシフォンのスカートとかね、そんなのが好きなのかなと思います。カラー診断ではコーディネート例などをコラージュとかでね、見せてもらったりしたと思うのですが、各シーズンの違いをよりね、分かりやすくするために、スプリングはこうポップな感じ、サマーはフェミニンな雰囲気、オータムはエスニックなコーデ、ウィンターはモード系といった感じで、もしかしたら服の系統にも偏りがあったのかもしれません。それを見てしまうと、フェミニンなコーディネートは苦手なんだと思ってしまうのも無理なかったかなと思うんですが、オータムの人でもフェミニンな服を着るのは全然大丈夫です。形はふわっとしつつもね、生地はしっかりしたものを選ぶとオータムに似合う質感になります。もしシフォンみたいなちょっと透けるようなものをね、選ぶときはオータムの中の暗めの色を選ぶといったね、調整があるといいと思います。確かにオータムの人がパステルカラーを着るとどこか寂しい感じとか物足りない感じにはなってしまうからもしれません。パステルカラーをメインで着たいときは、どこかにオータムの似合うね、暗めの色を使って、締め色ですね、締め色を使うようにして、リップはしっかりめにね、色を入れるといったやり方をすると、オータムさんの似合うに近づけられると思います。あとはオータムなのでね、髪の量が多いかなと思うんですが、パステルカラーとかの明るい色を着るときは、髪をね、耳にかけるとかアップにしたりとかして、顔にかかってくる髪の量を減らすとバランスが取れやすいかと思います。こんな感じでオータムさんに必要な要素もね、ポイントで入れたりとか逆に引いたりすると、自分の似合うに近づけられるので、試してみてくださいね。それではブルームビューティーバーのゆきでした。